が僕のフライ級のスタートだと思って、引退試合で俺みたいな天才と言われて本当に良かったと思います。残酷にボコボコにします。地獄のエンジェル空手王決めるか、井上戦国だ、動けない、衝撃的な結末を楽しみにしててください。キュンです。想定してると思うんですけど、その遥か上を行く自信があるので、お父さんがデビューしたブラジルの方っていうこともあって、日本を代表するつもりで挑もうと思ってるんで。この中で伊沢選手に勝てるのは私しかいないんじゃないかな。フレッシュな気持ちで今回楽しもうと思ってます。浜崎大立場なんで失うものはないというか、もうあとはやるだけだな。女子格闘技のレベルの高さを見せたい。やっぱりダメだよって思います。